皆さんこんにちは、和樹です。来年はしっかり音そばを飲む場合、翔平です。さあ、ということで、はい、皆さんがすごく楽しみにしているであろう企画でございます。はい、これはもう約1年なんてもんじゃないよね。そうね。もっと前よね。うん。今日はですね、はい、美魔王、はい、翔平、美容品紹介。恥ずかしいね。久しぶりに美魔王って言ったから、うん、それ結構恥ずかしいね。でもさ、翔平くんさ、あの時30代でしょ、うん、今もう誕生日迎えて40歳ですか、はい、ここでの説得力えげつないよ相変わらず肌ピピチだから。いやいやいや、女性のさ、スキンケア系はめっちゃ出るやん、うん、そうだね。でもやっぱ女性と男性ってなんか、はい、大まかにこう体質が違うんじゃねえかなとやっぱ思うから、でもこれやっぱ女性用でしょとか思っちゃうのよ、見てて。なるほどなるほど。女性の方の参考にもなるとは思うんだけど、うん、男性から聞きたいと思い、はい、このダンスチャンネルであるカズキの種が、はいはい、なぜか美容品を紹介するということで異色ですね異色すぎるよね。まあ、あんだけ踊って、うん、最近はちょっと節制してるんですけど、うん、もう好きなもの食べてとかで、うん、マジでここ数年そういう出来物とか俺できたことない。でしょ、汗かいたら洗顔すぐしてくださいねとかよく言われるじゃん、うんうん、はい、スケジュール的に無理やん。無理。スタジオでさ、うん、リハしてそのまますぐ飛び出て次の日に行かなきゃ無理じゃん、うん、俺あんま肌荒れしないよ。見たことない。翔平くんのどっかがポコってなってるの見たことない、ね、でも昔はね、すごく頻繁にできてた。だから言ってたよね、昔ニキビ肌だった。ニキビ肌、その思春期ニキビ的な。そう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 、そう。だからそれをちゃんと経験しても、うんうん、まだ綺麗っていう。ちょっとね、17、8、うん、ぐらいからもうニキビ改善したくてやってて、そっから化粧水とかつき始めてるわけ。なんで、はい、ちょっと今日は美魔王翔平の美容品紹介、はい、いきたいと思います、はい、せーの、和樹のタレ。はい、ということで、まあ、スラッと並べますね。お、いいですね。まあ、パック類ですね。あ、パック、はい、あ、これいつも使ってる、前も紹介したかな、はい、JM ソリューション、はい、3ステップあるやつだよね、はい、これ俺も大好きで使ってます。これはね、俺本当にいいのが、ちょっと1泊2日とか仕事とか分かる、200回行くときにこれ持ってくと、あの小分けの化粧水とか持ってく必要がないって。そうそうそう、これに全部入ってるから、うん、これまあ、いろいろ出しますね。はい、ね、アビブの、またね、これジェル。これアビブって読むの？アビブですね。ちょっと白くなっちゃったらごめんなさい、はい、アビブの、コラーゲンジェルマスクです。はい、これね、フォアの方にいただいた、うん、俺が使ってたあの CNP の、あー、はいはい、スプレータイプの、 あのラプンツェルディズニーコラボみたいなやつですね。全然あれだね、しらけちゃうね、しらけちゃう白飛びしちゃう、白飛びしちゃうね、はい、俺ら多分その化粧品を取り慣れてないからと思うけどさ、ああいう紹介結構アップじゃない確かに分かんない、もっと寄る。そうだね、でカメラを寄せる、もっと寄るとでもだって映んないよ、下から。カメラを下げたらいいんじゃない。あ、でもなんかぽい画角になってきたよ。なってきた、うん斜めてる今、うん、こっちを下げてあげる、こっち、あ、こっち、こっち、奥に、それぞれ、あ、いいよ、もうちょっと、はい、いいですね。いいよ、ぽいよ、ぽいか、あ、ぽいぽいぽい。やっぱさ、なんだかんだこうやっていろいろあって気になるんだけど、うん、あのスタメンはどれなんだいっていう、あ、普段の今日スタメンを、え、全部これやってるの、いつも、あ、いつもじゃないよ、それを聞きたい、いつも聞きたい。いつもはこれと、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 これ多いな、はい、化粧水を CNP プロピーミストを塗りますよ、はい、お風呂上がりに、はい、これですね、はい、次に、次にこちらのビタミンですよ。これがアンレーベルのラボ、アンレーベルラボどこか商品名でどこかブランド名か分かんないんだけど、アンレーベルラボ、これも2本目ですね。私これは何ですか。ビタミンですね。あ、化粧水の後にビタミン C を、はい、こういうのとあるんで、これ塗って塗って、で美容液、美容液、はい、あ、これ CNP、 CNP プロピーセラム、はい、あ、これはシリーズもんですね。そう、シリーズもんです。まあ、要はあの化粧水で肌を整えます、うん、整えます。整えた上にこういうビタミンをちょっと入れて、はい、美容液で入れてあげて、はい、この前にこれですね、イニスフリー、うん、グリーンティーシートモイスト、あ、これ俺ももらった、これもらった、ポップアップの時に入れた、うん、目のそうそうそう、くるくるするやつね、シュピッとして、はいはいはい、こうやるやつね。イニズフリーグリーンティーシードモイストアイ&フェイスボール、はい、美容液なのね、はい、目の周りにやれる美容液で、その後に、はい、CNP ラボラトリー、好きなんですよ、はい、CNP のあのシカモイストクリーム、あー、クリーム、クリームです。閉じ込めると、はい、で、これで閉じ込めて、まあ普段はやっぱ俺より、2つぐらい多い。おー、だからもう化粧水塗って美容液塗ってクリーム、そうです。あー、全然それでいいと思うよ。いや、足りねえんだな。じゃあ、5を目指します、俺も。まあ、それであれでしょ。やるときはパックやるってことでしょ。
あ、そう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 。逆にパックやるときはこいつはやらない。この場合は違います。そうだよね。だパック1、はい、パターンの時はどうなるんですか、はい、まず化粧水塗って、はい、俺はパックやって、うん、まあそれぞれやり方あると思うんで、化粧液のとりあえず切って、はい、やってビタミン、ビタミンやって、俺の場合はちょっと置く、置く置く、あのちょっとビタミンが染み込むかなみたいな感じで。逆にどう塗ってます？何化粧水、化粧水、うん、トン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 やるじゃないですか。美容液、美容液はなんかあのスポイトみたいな、スポイトね、これと一緒ですね。あのね、今まではジョン、うん、バー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 だったんですけど、もう YouTube とかいろいろ見てたら、みんなこうやるじゃん、これね。何の意味があるのか分かんないけど、最近真似してんだけど、最初だけ多くてここ足りない、塩梅がね。そう、クリーム、ドン、ぐる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 、トン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 、はいはいはい、これあの普通ですよ、ね、これはスプレータイプだから別にシャーッてなんだけど、ゆうきは基本俺はこう、あ、持ち上げんの。そう、上げる。へえ、最後クリーム手のまんべんなくつけて、ここからここね、うん、ここからこう塗ってって塗ってって塗ってって、ここら辺まで来たら次がここをずっとこう10秒間やるんだ。こうゴリ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 ってやって、次耳の裏ここ10秒間グーってやる。それが日課と。日課ですね。じゃあさ、お風呂上がり洗面台の前にいる時間めちゃくちゃ長い。だからお風呂入りたくないのよ。そこまでがセットだね。めんどくせえってある。そう、お風呂はすぐ上がれるのよ。すごい。いや、そういうちゃんと努力してんだなが見えて嬉しいわ、はい、俺は。僕、だからさっき言ったこれ化粧水がこれいいなと思ったのが、まあ、ズボラなので、これはだからもうお風呂上がってシャーですね。うん。で、やっぱスプレーだからさ、容量わかんないじゃん。うん。余すことなく使う。あ、なるほどね。ちょっと持ってこれないやつがあって。うん。どういうこと持ってこれないやつって。もう、でっかい壺みたいな。いや、壺は違うよ。壺違う。でも、近しい。近しい。あの、マシーンというか、あー、エアブラシとか、あ、わかるよ。あれの化粧水あるんだ。電動でってこと？そうそうそう。へえ。炭酸ガスが入ってて、そこでこうプシュッてやるこうちっちゃい、うん、こうくるくるみたいな、こういうちっちゃいやつに美容液入れて、そのままプシュッてかける。で、炭酸の刺激もあったりとかして、よくあるじゃん、炭酸栓がいろいろパックとかいろいろあるじゃんみたいな感じなんだけど、このエアスプレー、あのスプレーよりもさらに細かい霧状のやつがバーって出て、それもこう流してあげるみたいな、そういうのをスペシャルな時にやる時があるって感じ。それは最近ずっと使ってます。あ、使ってんだ。そうそうそう。あ、でもそれやる時はこれ使わない。あ、そうなんだ。そうそうそう、世界ね。そうそうそう。なるほど。で、最近ちょっとその炭酸ガスが切れたんでこっち使ってます。あ、そういうことですね、はい。これもさ、前あの、うん、前も言ってたあれだよね。あ、ベーキングパウダー。そうそうそう、ベーキングパウダー。これはね、あの日誌ダンサーにもすげえおすすめしてた。そう、もうトゥルットゥルになりますんで。ああ、これですね。なんだっけ、このベーキングパウダー。買おうかな、俺もそれ。ね。あんだけ言われて買ってない。毎日やるようなことじゃない。じゃあね、2週間に1回。ピーリングみたいな。そう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 。ちょっとあの角質を取るみたいな感じでしょ。うん、そうそう、いや確かにそれも大事よね。ただただ塗るだけじゃなくてさ、うん、ちゃんとこう古いのを落としてみたいな。うん、明日。本番だな、明日って、本番だなときはちょっとスペシャル、ね、いつもスクラブとか使ってないから、別に洗顔はもう本当あのネットで泡立てて、うん、こうわーって洗ってて。え、ちなみに洗顔は何か覚えてる？旅先、あのこれ言っとくけど、あの俺旅先に持ってくから、これこのままこのままそれ用の私あのイソップの袋に詰めて、一応あのハンドタオルも、しっかりしてるわ、はい、持ってますんで。ファンケルのエイジングケア洗顔クリーム C、はい、エイジング気にしてたんかみたいな感じでね。これを使ったら、あの翔平くんの顔になる。ありがとうございます。バームはね、そのちょっとお風呂上がりでバーって触ったりするんだよ、うん、何時間経ってで乾燥してるなって時にちょっとこう、はいはいはい、確かにあの風呂上がりはもちろんさ塗りたてた調子いいんだけどさ、寝る頃にさ、うん、ちょっとなんかどっか部分的にかさってたりするよね。そうそうそう、お風呂上がってからすぐもう乾燥に始まってますから。そうですよね、もう皆さんあっちーって、あ、もう乾燥始まってます。そうなんですよね。はい、結構割り返しやってんのがこれですね。あー、はい、俺も持ってるんですよ。そう、ハイパーブレイド、これマジすごいよ。これなんか Amazon とかでも買えるんじゃない？そうそう、買える買える。手に入れてくださいね、これ見えるかな、ハイパーブレード。これすごいのは、あの、はい、電気が流れるプラス、そうそうそう、振動もするんですよ。カッサ、よくあるこういうの形になってて、化粧水をつけた後に盛り上がるけど、うん、これビッシャビシャでつけます。はいはいはい、ビッシャビシャでつけて、もうこうですね。俺もやってた、あのいいね、朝早い撮影の時とか持ってって、うん、誰か他のメンバーがメイクしてる間とかにやったり、うん、これやって、これ気持ちいいのよ。これしかもあの顔だけじゃなくて、体だけの監修してるから、うん、あのそれこそ体力のこういう筋肉の疲れとかにできる。だからめっちゃおもろいのが、俺らみんなでやってるけど、なんかこの辺でやったら本当
こうなの、肩こう、肩こうなの。これで引き上げるっていう、これはいいです。まあそういうのもやっぱさ、どんどん年齢的に必要になってくるよね、はい、必要よ、重力に逆らう、うん、そうそうそう、うん、重力で基本下がってきますから。アビブ、アビブ、アビブのこのパックがコラーゲンジェルマスク、セドメジェル、うん、ジェリーってやつですね。これね、あの上下2つ分かれてる。あ、そのタイプだ。そう、パックシートじゃないから、うん、ジェルタイプだからすごいピタッてなるし、はい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 、俺も買おうかなこれ、はい、1個今日あげますよ。マジ、うん、うちにあるんで。え、これ違う、これは違う、スタメンはダメ。何チームごっそり行こうとしてるの。違うのよ、買収、買収下手なの。これほんといいのよね。え、これ紹介してないけどさ、これは何、あのジェームソリューションのやつの、うん、あのアイパッチ、アイパッチって何、ここのマスク。あー、これ伝わるかな。ちょっと今汚くなっちゃったけど、うん、あのシートが入ってて目の下につけるんだって。そうそう、だからこっちのジェルタイプのシートと一緒。やってみる。今できるの。できるできる。こう、あ、そう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 、これはね、あ、気持ちいい、これ。そう、朝とか良さそう。俺目腫れるからさ。あ、なんかかっこよくない。かっこよくはないのよ。わかんないか、ちょっと飛んでるからね、メジャーリーガーみたいな感じで、うん、これです。わかりますか、これをつけた上にパックしたりとか。あー、なるほど、そうそうそう、そうか、これを封じ込めてね。そうそうそう、ここ、こう、どっちみちここは保湿されてるから。確かに、だからやっぱ部位によってさ、それに特化した成分があるんだよね、うん、そうそうそう、ね、あとだからフル装備で行く場合は、うん、これやって唇パックをして。唇のパックっていうのは、あ、ある、唇パック、ここだけこういう、ま、形になってる。へー、それも同じような感じでビチャッてなるから、唇カサカサなんだよ、ビチャッてなって、ここにこうやってつけて。もう一切動けないや、動けない、動けない、動けない。だからパックしてるとき笑顔とかダメだからね。そうだよね、つけて唇パックつけて、パックつけて入れて。なんでちょっと顎出てる。それ必要なの。ちょっと顎出てる。ちょっとこう落ちないように、こうちょっとこうやってみる。あ、これいいわ。そう、じゃあ、はい、この中で1個、うん、おすすめするとしたらどれ。もうこれはとりあえず、うん、あの騙されたと思って、うん、試してみっていう。1個2個いい。いいよ、2個いい、笑っちゃったよ。で、俺はこれはもう前からおすすめしてるけど、うん、もうあのこの2つ。へえー、そうなんだ。はい、でも確かに俺はあんま疎いけど、うん、これはおすすめだなって思う、俺でも。だからいいっしょこれ。全然次の日のなんかしっとり具合違うし、全然違うし、楽っていうのもある。あと俺この高貴なマダム臭みたいな、うん、いい匂いだよね。いい匂いの、なんか昔嗅いだことあるような。わかるわかる。お母さん1個これにクレームつけるとしたら、うん、開けづらい。わかる、紙っぽい。そうだね、うん、俺いつもこれは1つけた後にタオルを持ってタオルでちぎる、うん、あ、タオル越しにこうやるとちゃんとできるから。そうそう、ヌルヌルしちゃうの。でパック終わった後にパック剥がすじゃん、うん、で一番は3行く時よ、パックしながら俺洗面所から離れちゃうのよ、はいはい、でこのリビングとか着てて、うん、手拭ける状態じゃない、うん、でパック外してゴミ箱捨てた後に、うん、3を開けようとした時にゆるっ、うーんって。まあ絶対的に洗面所に行ってください。めんどくさいから。で、この鏡とか近くにないと、うん、テレビとかを暗くして映して濡れてるかなってやる。俺もうそれでなんかあってなるぐらいだったら行った方が早いと思っちゃう。あ、なるほどね。だからもう美容に関してはね。素晴らしい。で、これ今日俺1個もらっていいでしょ。うん、うん、あ、これいいよ。いいよいいよ、ゲットしました。おう、これいいよ。これ洗顔した後にやってください。洗顔した後にお風呂でやるんです、ね、お風呂で、はい、で、これ開けてからお風呂入ってください。これも開けづらいです。そうですね、あ、やっぱそういうコツがあるよね、はい、で、これをゴシゴシせず空間開けながらこうマッサージするように。へぇ、小鼻のとことかね、やろう、こうやってやるとマッチでツルツルになる。へぇ、こういうのはさ、どうやって、はい、試してみるの、それともなんか口コミとか見てこれ良さそう。あ、もちろん口コミとか見たりもするし、うん、買ってみて試してみてとか。で、いや、これ違うと思ったら途中で使うのやめて、うん、ちゃんと合ってるなって思うやつをしっかり使う、うん、俺最近そうだ、クリームの前に1個乳液みたいなやつ塗って。ああ、乳液。で、それも誕生日に、うん、いただいたんだけど、おまさかのエルメス。おお、エルメスの乳液とかあるんだと思って、うん、エルメスだから買おうよ。ジェームソリューションエルメスの上にジェームソリューション乗っけてるだけで、うん、俺の顔のベースは今エルメスなんで。皆さん覚えてます、サブカー。顔のベースはサブカーで生まれてねえから。そう、だから日本産、はい、大阪育ちの今エルメス漬けしてるから、ね、エルメス漬けの JM ソリューションのせい。でもなんか年齢重ねるごとにさ、うん、いろいろこう肌と戦う必要があるじゃん。
肌とっていうか、そうだね、こういう必要になってくるじゃん、うん、でもあの楽しくない、ちょっと別に俺若作りしたいわけじゃなくて、うんうん、ただ肌綺麗になりたいなって、もともと肌にコンプレックスがあったから昔ね。そうで、なんかいいのにまた出会ったら、うん、そのタイミングとかで、あの、ね、紹介しようよ。ぜひ皆さんあのチェックしてみてください。別にあの、はい、PR してるわけじゃなくてね。いや全然なんか今あの JM ソリューションの方見られてたらぜひぜひぜひ。あ、こっちもありますね、化粧ポーチです。すごいじゃん、これいただき物なんですけど、またこれもプレゼントで。いただきすぎじゃない？そう、だから俺さ、リマオキャラでやってるからさ、マジで、ほらマジでこのパック家にめちゃくちゃあるんだよこれ。いいやん、いいことやん。ありがとうございます本当に。本当に本当に嬉しい。ありがとうございます本当に。ディオールスノーってやつを。あ、ディオールですか？そう、私顔ディオールなんです。エルフスです。エルフスです。それはメイク道具。そう、スノーメイクアップベースアップのやつなんですけどね。あ、これが下地。はい、下地の、これがね。非常にあの中がね、あ、なんかこれつけてたね。そうそうそう、顔がちょっと一回水色になるやつ。そう、水色になるやつ。一回ブルマになる。ブルマになるやつね。多分ね、自然と馴染んでトーンアップ。ノーセボンミネラルパウダーってやつ。これです。ダン、見える？あとね、このトーンアップ CC っていうのをすげえ使ってんだけど、これ女子の方もいい、すごいいいと思います。こうトーンアップ CC ですね。トーンアップ CC、 はい、このリップが、あ、口？口です。へぇ、リップはね、乾燥するから。あ、だし色がつくんだ。そう、だからメイクしてトーンアップしたっめっちゃ見てくる。ねえねえねえ、入ろうとしてんの？見てる。いやいや、オンエアを見る。血色あんま良くなくなるから、これつけると普通のリップなんだけど、ああ、ちょっと赤みが、そうそうそう、良くなる。BTS でも使ってるって言われたんで買いました。男でも嫌じゃない赤さは。そうそうそう、あの真っ赤にはならない。はいはいはい。でまだまだね、乾燥が続く日々なんで。そうですよ、これ私まだつけててもいいんですかね。あ、もう外しても大丈夫です。もうちょっと、あ、もう外しても大丈夫です。大丈夫です。これぜひぜひ。はい、ということで、はい、こんな話聞きたいよとかをね、ビマオ宛てにコメントしてもらっても全然大丈夫ですので、はい、あとね、その皆さん送っていただくから、うん、あの私使うの大変なのよ。あ、プレゼントで試してみて、うん、いや、ちゃんといただいたもので使ってます、はい。なんで私にはさ、こういうパックとか来ないんでしょうね。そうだね、なんか美容担当、柿の種担当みたいになってるから。あの、ごめんなさい、柿の種もいらないって前も言ったんで、大丈夫です。大丈夫です。うちにたくさんあるんで。ということでね、はい、ぜひ皆さんコメントたくさんお待ちしております。この動画が良かったよと思った方は、チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。せーの、カズキの種。お使いなさって。